私が持ったイメージは優等生です。はい、こんにちは。今日は皆さん気になってたエフォールのトルピードをご紹介したいと思います。はい、ついね、何週間か前発表になってすぐ発売になりました。ダイナスティより発売されましたエフォール TR2BA13,800 円。はい、もうね、このチャンネルを見てくれてる人ならまあまあ見てくれたんではないかなと。エフォールの紹介の動画とか、エフォールがチートダーツだよとか、チートダーツって悪い意味じゃなくてね、いい意味でチートダーツだとかね、結構エフォールはいいダーツって言ってきてました。ただ一つ気になるのは、私がストレートが苦手で若干ストレート寄りのね、まあ、セミトルピードっていう、最近のエフォール4とかはセミトルピードになってるんですけど、まだ若干こうストレート気味、ストレートの特性が強いと。はい、待ってました。トルピード好きには気になってしょうがないエフォールのトルピード、番外編って書いてましたね。番外編ということで TR、 TR ってなんだろう、 TR トルピードかな、の TR なのかな。早速ね、もう紹介していきます。攻撃的アウトライン×エフォール最強カット、大枠明彦選手モデルのエフォールに番外編となる TR が登場。選手本人が考案したエフォールシリーズ最強となるカットを攻撃的なアウトラインに落とし込みました。おなじみのトライアングルカットとナットカットの最強タッグ、そして常に安定したグリップを供給する絶対的感覚を実現したグリップマーカー 0.2 は健在です。シリーズの血を受け継ぎながらも全く新しい顔を見せてくれます。スペック、タングステン 90%、 単体重量 17.5g、 全長 40mm、 最大径 7.4mm2BA。 単純にグリップはそのまま、前方がプクッと膨れてトルピード、ちょっと短くなってますね。短くなった分、重さはね、前のエフォール4が 19.5g なので、まあ太く短く軽くなった感じ。ただグリップはそんなに変わらないと、多分持った感じそんなに変わらないんじゃないかな。だから中指、人差し指の置き方が変わってくるとか、まああと飛びの特性がどうかとか、エフォールと全く同じような特性だったら持ちやすい方を使えばいいと思う。長い方が好きなら長い方、短い方が好きなら短い方。ただトルピードということで、まあ飛ぶレンジ高さねとか、まあ発射のインパクトとか、その辺がどうなのかなと、変わってくるのか来ないのか、こんな感じでございます。単純に短くなっただけのような気もしないでもないけど、まあ大枠さんのね、あの前のエフォール4の動画見てもらえればわかると思います。説明はしてます。このね、絶対的感覚 0.2 っていうのは、これが触れることによってグリップ位置がね、毎回同じとこ握ってますよって確認取れると、当たり方が変わるの でこのカットに関しては指にかかったりするものではないと。最近ね、流行りの多角形カット、走りというか有名にしたのはやっぱりエフォールじゃないかなと思います。多角形カット、いろいろなメーカーでね使われてるんですけど、ハローズとかジョーカードライバーさんとか、いろいろ多角形カットは使われてるんですけど、まあ走りはこのエフォールだったんじゃないかなと俺も思います。どこが速い遅いじゃなくてね、一番売れた多角形カットのバレルってエフォールじゃないかなって思います。持った感じは好きです。まあ、4.0 なんで、4.0 違うわ、 40mm なんで、まあほんとトルピードのバレルにしたら標準、ちょい短いかな、でも標準みたいなぐらいです。グリップはね、バシッと決まります。一発で決まります。ほんとこの 0.2 っていうのがあるおかげで、あ、ここ、あ、持ってるところが違うんだなと、ちょっとずらす。あとはこのトルピードの前も短いじゃないですか。細いグリップポコンみたいな、グリップが細くてポコンみたいな感じなんで、人差し指がねしっかり置ける。だから人差し指とかがこう、私はこう置くんです。
こうね、こう置くんだけど、これがこっちに出すぎた、指先にかかってる、腹にかかってる、出すぎたとかね、ちょっと深く持っちゃったな、浅く持っちゃったなとかっていうのがない、ない、ない感覚。もうスッと持ったらここにはまりますみたいな感じで、フライトついてない不安定な状態でもしっかりグリップ決まるんで、持ちやすさで言えばやっぱトルピードの特徴なのかなと思います。ストレートよりはグリップが決まりやすいっていうのは、まあ、個人差はあると思います。さあ早速投げてみますね。もう前置きはこのぐらいにしてカウントアップやってみたいと思います。
はい、ホール TR、カウントアップやりました。クリカンもやってみました。ちょっとね、これ内訳っていう、その上とか下とかね、どうなんだろうと思って気になってクリカンもやりました。今日は、まあ、17.5g ってまあまあ軽い部類、軽すぎるわけじゃないんだけど、軽い部類に入るんだけど、もっと軽く感じる。まあ、重心がキュッて溜まってんのもあるんだろうけど、抜けがすっごい良くて、手に抵抗かかんないみたいな。素振りしたら、ダーツ飛んでってる。もう離すとか、手首返すとか、指、どうとか、考えなくていいんだよね。あそこに投げたい。素振りします。あ、ダーツ、持ってたわ。みたいなね、感じでしたよ。だから、素振りが綺麗にできる人、そのまんま投げてみればいい。で、まあ、自分にとってはこれも少しちょっと短くて、クリカンの時一発出しましたね。17狙った時にアウトボード。あれは、ちょっとリズムで行き過ぎて雑になった時にグリップが収まり、これダーツのせいじゃないです。私のせいです。いつも投げてるのよりも短いから、グリップがトゥルンって滑っちゃったのね。単純にチップに指かけてる。そのチップにかかってた指がツルンって抜けちゃって、アウトボードしましたけど、それはダーツのせいではないです。私のミスです。っていうより、まあ、そういうね、大げさなミスっていうか、大事故みたいなね、ああいうミスはありましたけど、細かいミスがなんかね、出づらい。普通に投げれてれば、さっきみたいに焦ってピュッてこう、雑にならなければ。普通に素振りしてる、素振りしてる、素振りしてる。と、やっぱイメージ通り飛んでてくれるんだよね。特性といえば、やっぱり、エフォールのストレートと同じグリップ。なので、グリップは抜群です。このグリップの感覚が好きな人は、もう抜け出せないぐらいのこのグリップ。もうここ持ちます。ここ持ってます。私ここ持ちますが、毎回できます。で、このテーパーかかってる部分に人差し指と親指がしっかりはまるんで、グリップのカットプラス形状でグリップがバッチリ一発で決まります。本当に。さっき言った通り。トルピードの特性があったかな、あるかなと思って、まあ内訳みたいのをこうやってみたんだけど、まあ、上狙った時、下狙った時、左右狙った時、まあブルとちょっと距離が変わる、方向が変わる時に、こうストーンって垂れたりとか、伸びすぎたりとかしないかなと思ってやってみたんだけど、まあグルーピングはいいよね。まあここって思ったところの近くには行く。これ入れれれば一番いいですよ。入れれば一番いいんだけど、そんな毎回入らないんで、ダーツって。近くに、こう思ったところに、近くに行けばいいじゃないですか。あっ。そっからちょっとずらす、ちょっとずらす。みたいなことをすればいいんで。あっ、思った通り飛ぶっていう、ほんと、なんて言うんだろうな。エフォールと比べると、まあ、もっと、た感じとか重さとかが違うんで、重い方が好き、長い方が好きな人はエフォール使えばいいし、軽い方がいい、短い方がいい、トルピードが好きっていう人は TR 使えばいいんだけど、特徴としてはエフォールの推進力、エフォールが前にっていう推進力が、例えば10だとしたら、これは6ぐらい。そんなに前にっていう感じではない。それよりも上にふわっと行きます。前に行っていくと、直線でダーツは飛ばないんだけど、エフォールが直線っていうイメージだとすれば、これは手元でふわってちょっと上がって、その後まっすぐ行く。エフォールよりはふわっと上がってストン。まあ、重さが軽いっていうのがあるんだろうね。で、もっと軽く感じると思う。投げたら。17.5 あるんですかっていう。まあ、持ったらね、17.5 あるかなって。やっぱ重心溜まって短いから、まあ、ずしっとするんだけど、投げたら、
無抵抗みたいな。素振り。え、ダーツ持ってたっけ俺みたいな感覚になる。手に全くもう引っかかるとかそういう感覚なしに、スン、腕の振りイコールみたいな感じでダーツがふって飛んでいく。ただエホールほどインパクトがあるか、トルピードになったインパクトがあるかって言われると、なんかね、優等生、丸くなったなって感じ。攻撃的アウトラインって書いてるんだけど、俺は攻撃的なイメージが全くなかった。エホール最強カットは合ってると思う。攻撃的なイメージがない。多分、グリップが細いから、細いのが嫌だっていう人以外は、誰もが投げやすいんだと思うよ。癖もそんないし、素直だし、なんでこのバレルが生まれたんでしょうね。エフォールシリーズ。トルピードが欲しいっていう声が多かったんだと思います。もうちょっと軽くして欲しいっていう声も多かったんだと思います。大枠選手好きなんだけど、ストレートタイプってあんまり使えないんだよねっていう声も多かったんだと思います。なので、この真逆のトルピードが生まれたんだと思います。投げた感覚はエフォールよりも優等生。伝わる？集まりやすい。癖ない。あ、素振り通り。思ったとこ行く。で、全然いいだって満足だと思います。それで。それでいいんですよ。それでいいんです。それでいいんですけど、ちょっと優等生すぎたかな。はい、今回はダイナスティエフォール TR ご紹介しました。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。おすすめ動画はこちらになってます。見てね。